スがバラバラの組み合わせのコーディネート紹介をしたいと思います。コーディネートコーナー、こちらがパターン1で色の統一感を持たせたコーディネートとなってます。で、木の素材を合わせて統一感を出しているコーディネートとなります。テーブルは PP クロスレッグテーブル、はい、であとセブンチェア2脚仕様が違うものと、あと PP68 とワイチェア違ってます。これスタッフが実際にご自宅で組み合わせた椅子のパターンなんで、後ろにスタッフいますんで、どうしてこの組み合わせを選んだのか教えてください。はい、まあ、好きなチェアを選んだんですけど、ワイチェアは2脚欲しかったけど、一番欲しかったのはやっぱり DP68 ですね。はい、でその2脚は多くのソープで仕上げと材質を揃えてます。でセブンチェアはベニヤタイプのホワイトと、あとマネキンのグレーを、はい、選びました。はい、グレーとホワイトで色の変化をつけて、基本ベーシックなコーディネートが好きなので、はい、このコーディネートにしました、はい、バラバラにしてもう木の素材とパディングとベニヤがすごいいい感じでマッチしてます。コーディネートコーナーはスタッフが実際にやってみてる、はい、実例、実例ということでもあるわけですね、はい、2つが実例で、1つはお客様にご提案して採用いただいた例を3つご紹介します。紹介しよう、はい、って感じです。はい、はい、じゃあ次いきます。ぜひぜひ、はい、こちらの組み合わせですね。ほらバラバラが不安っていう方がすごいお声いただくんで、大丈夫、あ、バラバラでいいんですかっていう、そうそうそう、大丈夫、バラバラでいいじゃない、むしろバラバラにしようよ、みんな体が違うから、バラバラでいいじゃない、はい、確かに体型が違うんだし、いろんな椅子に座れる方が単純に楽しい、そうそうそう、めちゃくちゃ忙しいか、あの夕食半時間をこれに座って、そうそうそう、床落ち着いて、うん、ちょっとあの上でデスクワークした時はこっちに座るみたいな使い方は全然あるよね、うん、そう、その生活によって使い分けるということは、そうそうそう、するする、うん、とってもいいと思います、はい、フルパディングのセブンチェア、世界的デザイナーのラフシモンズデザインのコーディネートです。フェリッツハンセンのリンテーブルにワイチェアとセブンチェア2脚ずつっていうパターンです。今回はかっこいいじゃないですか。こちらが実際あのご提案して、うん、あのバニール超おすすめですからね、これすごいですね、モコモコしてるからデコボコしてるのかと思ったら、あの全然そんなことないです、デコボコじゃないんですよ、滑らかというか優しい感じ。ラフシモンズってラフシモンズというその自分の、 あのブランド、うんうん、要はアパレルのデザイナーですよ、洋服のデザイナーで、もともとは、ディオールとかのデザイン提供したり、ディオールの、洋服のデザインしたりとか、カルバンクラインとかだったかな、とかをして、あのクリエイティブディレクターとしてこう活動してて、で自分のラフシモンズ名義の服も作ってたわけですよ、はい、でそれをやめますっていう、でデザイナーの活動をやめるんではなくて、デンマークのテキスタイルのブランドとして家具の針地はもうグローバルスタンダードを作っているようなブランドがあるわけですよね、まあ、そことクバドラとラフシモンズがコラボレーションして、もう生地をこうずっとこう作り続けてきていると。でラフシモンズコレクションっていうのがあって、でその中の一つにこのバニールという生地があるんですけど、うん、はい、それが貼られてるチェアですからね、もう一脚でもいいじゃないですか。そうですね、デスクとか合わせて書斎とか使ったらめちゃくちゃかっこよさそうですね、はい、しなります、すごくしなります、良いですね、はい、ってことです。じゃあ次、成田
たい椅子を選んだらこうなっちゃったコーデです、はい、ざっくり言うと座りたい椅子がたまたまなのかわからないですが、うん、ここを代表する椅子です、うん、テーブルがエッセイテーブル、うん、で広島、うん、先ほどのチェア、ワイチェア、うん、セブンチェア2脚っていうパターンです、はい、こちらもスタッフが実際にやってるお家の、椅子を選んだやつを再現しております。もう椅子の代表が集まったという感じになっております。座面の高さの違いの話も振り返りでやりたいんですけど、うん、あよく言われ聞かれるのね。そう、よく聞かれる、はいはい、このナチュラルウッド仕様のセブンチェアに対して、うんうん、これは何センチでしたっけ、はい、43センチに対してフロントファーリングのセブンチェアだとプラス 1.3 センチ、うん、でフルパディングだったらプラス 1.5 センチ、うん、あの高さが厚みによって高さが変わるので、うん、そちらご注意ください、まあ、クッションの厚みですからね。厳密に言うとそれは変わるけど座り心地がその分全く違うんで、うんうん、はい、体感はあんま変わらないような気がするんですよね。デニアとフルバディを置いてもらっても背もたれの高さはほぼ変わらないので、ね、そこは大丈夫です、うん、だからちょっと数字見すぎると全然違うんじゃないかみたいな。足がつくからあんまりそもそも気にならない、はい、けどちょっと気になる、うん、若干高いって感じる、うん、あ、感じますね。感じる、うん、そうだ。でもそこまで大差はないかな。でしょ、うん、あとまあこうなっていくからそうなると足がつくっていう感じです、ね、なおさらパディングしてる方が滑らなくなるから、うん、座り心地よりやっぱり違うと思います。そうです、ね、神経研ぎ澄まして高いか高くないかっていうのを感じようとしたらちょっと感じますこの1センチの差はね。そうです。終始ウールのファブリックの方をご紹介したんですけども、こちらベルベットの方も出ておりますのでよろしくお願いします。はい、オイルとか気になるものがあればぜひぜひお問い合わせください。手持ちのセブンチェアを後であの布を貼ることはできますか？頑張ればできます足が外れるんですよ。で送っていただいてそれに生地を貼るっていう作業はできるんですけど、ご相談ください。はい、はい、フロントもご相談。フロントもできる。はい、了解です。できないと言わない、人が作ったもんだからできる。はい、はいはい、T シャツがあってもいいパディングが好き、はい、フレッシュな感じでね、はい、お届けさせていただきました、はい、来ました、はいはい、最後までご視聴ありがとうございました。いいねの方もお待ちしております、よろしくお願いします、はい、さようなら。